オーストラリアにワーホリ行ってた時の話で、最初の1ヶ月ホストマザーの家に住まわせてもらってたんですよ、自分、うん、で、なんかすごい話、書類で見てた以上にベラボーに金持ちなお家でして、うん、自分が案内されてここだよって言われた部屋が、寝室はもちろんなんだけど自分専用のバスルームついてたの。へえ、うわすっげーとか思って、すごいね。で洗面台も広いし、コの字にこうなってて、鏡だったの、鏡張りだったのそこが。で大理石のなんか、何流しどえらい金持ちだ、ほんとにすごいどえらい金持ちってとんでもないとこ来ちゃったみたいな、はいはいはい、ところになってて、でもルンルンでお風呂入ったのよその日の、はいはいはい、でもオーストラリアってその時、まあもう何年前だ、9年10年ぐらい前行ったんだけど、その時はもうちょっと水不足というかシャワーが5分間しか浴びられないとか、そういう規制があったのね、自分が住んでたところは、うんうんうん、だからシャワーもパパって済まして、洗面台でルンルンになって髪の毛をこう拭いてて、うんうん、たまたまこう小の字になってるところのこうやって覗いた時に合わせ鏡みたいになっちゃってたの、たまたま。あー、でもバババババってなってて、なんとなく噂でっていうか階段でよくある合わせ鏡ってよくないよみたいな、よくありますよね、ありますよ、これって日本でしか聞いたことなかったのね、実は自分は、うん、海外でも適用されるのかなってなんとなく思ってたの。おで、どうなんだろうと思って、何も、まあそんな、ほんわりとした、考えてた時期は、考えながら、髪の毛拭いてたら、なんか、10番目ぐらい、ちょっと奥の方から、ひょこってなんか覗いたのよ。ブロンドの可愛らしい女の子がひょこって覗いて、もうその時点で、うわって思ったら、その子が全身出てきて、で、髪の毛が長くって、なんか、すごい白いワンピース着てて、あ、これもしかしてコテコテの透けてる方かとか思ってた。その子が歩いてきたのよ、こっちに向かって。え、どういうこと？なんか鏡でさ、合わせ鏡になってて、パパパパパって何になってるじゃん。もう鏡越しにこうやってトントントン。おお、怖い怖い怖い。え、よし、合わせ鏡がずっと続いてる中を向こうからずっと歩いてくる。怖いよ。歩いてきて、うわーとか思って、わしゃ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 って感じ。いや、もうどっか行けよ。うわーって思ってたんだけど、そしたらなんか向こうがちょっと様子おかしくって、うん、はい、How's going? みたいな感じですっごい陽気に歩いてきたの、うん、なんかあ、ちょっとなんか様子おかしいとか思って、うん、すっごい陽気だって思って、うん、何ってその時あんまり英語喋れなかったから、うん、何って思わず言っちゃったら、Are you Japanese? みたいな感じで、あ、日本人なのみたいな感じで、まだ来るの、うん、そのわけで、歩みを止めずに来るのね。そうそう、止めずに来る。あ、進んでくるんだとか思って、どうするんだろうとか思って、3枚目って来たあたりで、急にピタッて止まって、うん、姿がふわって消えて、あ、見えなくなったって思ったら、バッて後ろ振り返ったら、いたの、わ、立ってて、やばいよ。で、はいとか言って、別に怖がらなくていいから、みたいな、もう何もない金髪の美人ですみたいなこと言ってんの、なんか普通に、うん、なんだこいつ自分でなんか美人って言ったのと思って、でな、そしたらなんかよく見たら、ちゃんと観察したら、なんか本当に幽霊って見た目マジ大事なんだなって思ったのが、うん、その子鼻血だけ出してんのよ。おもう可愛いのに、すっごい可愛いのに鼻血出してて、なんかはいとか言ってて、もしかしてこの子洗面台で頭ぶつけて死んだことが思って、なんかいろいろ思ってたんだけど、でも悪い子じゃなさそうだったから、ずっとしばらくその子が、なんか鏡の中から出たり入ったりできる子らしくって。不思議。なんか知んないけど、で、クローゼットとかも鏡ついてて、そこもなんか知んないで、なんかさ、ホストマザー合わせ鏡好きなのかわかんないんだけど、ドアをバッて開けたら後ろにも前にも鏡ついてるの。はいはいはい。で、そこからまた顔ひょこって出して、その服いいわねってまた肌に出してるの。何この子とか思って。で、なんかちょっと意思疎通できるのかなと思って、しばらくちょっと英語の宿題手伝ってもらったんですよ。はいはいはい。っていうお話があって、もう特に何のオチもなく。英語の宿題手伝ってもらったの？そう。なんかこれ合ってる？って言ってたら、なんか、まあ話伝わるかわかんないけど、ちょっと文法が通じなかったらこうやって首かしげてみたいな。あ、じゃあこれ間違ってんだみたいな。そうそうそう。伝わったら OK みたいなんだよね。ちょっと、そうそうそう、伝わったら OK みたいな。言う感じでやってんだけど、うん、なんかすごい便利な子だったなって。どういうこと？幽霊を相手に英語覚えたって話。そうそうそう。ああ、なんかもう怖くなくなった。しばらく幽霊と犬しか友達いなかったの僕。
オーストラリアで。オーストラリアで。もうオーストラリア人と仲良くなれよ。なってたよ。孤独じゃないね。でも孤独じゃない、確かにね。孤独じゃないですね。いいわね。鼻血出してるブロンドの女の子と、あの、すっごい、はい、すっごい夜中に騒いでるワンちゃんしか友達がいなかったので。うん、すごいね、また、なんか。そういう感じね。で、その子も鏡がいるところでしか。会話できなかったからすごい特殊な子だったなと思って、はい、特殊だよね多分、うん、くまこさんの見てるね、うん、今まで見てきた例とかの中ではかなり特殊じゃない？だって鏡の中でどう行き来するっていうスタンスの、うん、スタンスなんかそういう幽霊ってなんか多分いないよね今までね最初は超怖かったよねいやいいよ出だしは怖かったよねいやいいよ怖いよちゃんとねちゃんと怖かったね出だしはそうちゃんと怖かったよね私も良かったよ途中は階段を聞いてる時の同じなんか反応を最後までつなぐのめちゃめちゃ受けるな。こっちもよかった、ね。最後までちゃんと階段聞いてる手でやるってのめちゃめちゃ面白い。英語をね、これ階段じゃないやろ、でもこれ。英語宿題よ。宿題手伝ってくれると怖いよ。それ、あの、何でも怖いよって言えばいいわけないからね。すごい怖かった。文法間違えると全然通じないんだもん。いや、これやばいな。でもなんかね、深読みしちゃうのよ、僕そういうの聞くと。なんか、こう仲良くなってから、その、付け込まれて、ギュッて、ガーッてされるとか。めちゃくちゃおもろいな。ないかな、みたいに思っちゃうよねっていう。